はい、どうもタクチャンネル原タスクです。自分は東京蒲田でゲームのお店やってる人間です。で、自分でカードゲーム作ったりもしてます。今回はですね、ここ最近の近況をお話ししようと思います。というか、そのここ最近あれですよ、遊戯王のルールが大幅に変更されるっていうね、そのあたりを話そうと思うんですけど、で、やっぱね、その V ジャンプで、まあ、正式に発表されて、まあ、その V ジャンプ発売よりちょっと前ぐらいからもう、そういう情報が出回ってて、で、なんか噂によると、他のお店で遊戯王のカードを買い取り中止にしてるとか、そんな話も聞いたんですけど、まあね、多分、中止してる店はすごい在庫持っちゃってる店なんだろうね。うちは常に在庫がないから、もう、店来てくれれば分かると思うんだけど、常に在庫がないからね、買い取った瞬間に売れちゃうから、ないんですけど、そう、なんか中止してる店があるらしいよと、なんか大事になってるなと思いつつも、普通に買い取ってるんですけど、で、買い取ったものも売れてるしね、シャドールとか、なんか、そのあたりも来たけど、そのあたりも普通に売れてるし、現状、そんななんか世間が騒いでるほどなんか価格が暴落みたいなこともないし、うん、そうね、そんなに俺はそんなにね、現状そのお店的に痛手を感じてないですね、現状はね、うん、で、まあルールが変わって、そのエキストラからの召喚、まあ複数召喚するにはリンクを絡めないと、まあ複数体エキストラから召喚できないよみたいな感じになってて、まあ若干そのゲームスピードがまあ下がると、ただその影響を受けないデッキタイプもあったりして、結局のところどうなんだろうみたいなところがあるんだけど、でもまあなんか大幅にちょっとデフレをかけたみたいな、ちょっとデュエルリンクスになったみたいな、うん、でも影響を受けないテーマもあるからね、その辺微妙だけど、なんかここに来てガンとデフレするっていうのはさ、ちょっと面白いやり方かなと思ってて、で、俺はそんなにその遊戯王は分かんないんですよ、最近そんなに触れてないんですよ、プレイできてないんですけど、むしろなんかリンクス楽しいなと思ってるレベルの人間なんですけど、で、分かんないなりに思うのは、まあそうやってある種リセットかけてるじゃん、ちょっとね、インフレで回してくじゃん、この業界って。そこをちょっとガンとデフレさせるっていう。ね、それによって、まあ、どんだけ新規が始める層が増えるかだよね。うん。そこが気になるかなと。うん。で、結局、追い続けてる人は、多分、なんかそれによって、まあね、カード売ってくれる人はすごいありがたいんだけど、まあ、結構、カード買い取りいっぱい来たんですよ、うん、うん、そういうのは嬉しいんだけど、まあそれによって何遊戯をやめたみたいな流れには、うん、まあなってなさそうなんで、まあなんか面白いことなんじゃないかなっていう、どっちかっつうとね、俺はね、まあみんなもそうだと思うけど、絶望よりもなんか期待の方が大きいかなと。まあそんなに追ってないからね、俺自身が追ってないからね、なんか今までのカードゴミになったみたいな、そういう意見もすごい複数見かけるんですけど、まあそれはあるのかもしれないけどね。ただまあエキストラで回すデッキに関しては全てがまあスピード遅くなったと。全てのデッキは遅くなってるから、ただまあなんだろう、クエーサーとかどうやって出すんだろうとかね。そういうところはあるけどね。そのエキストラから出してから出る上級モンスターで出すの超大変そうだなみたいなさ、そういうところはあるけど、なんか一枚一枚はなんか生き続ける感じはするんだよね。現状は売れてます。ただまだ公にそのルールがまだ広まってないのかもしれないね。 V ジャンプ買ってるようなまあ追ってる層には広がってるけど、なんか緩くやってる層には広まってないのかもしれない。それで売れてんのかな。まだね、そんな価格が極端に下がったりとか、売れなくなったりっていう感じはないです、現状。うん。うん。そんな感じ。
で、まあゲームシステム的には俺はまあちょっと期待が大きいかなと、うん、そのね、まあまた召喚する位置とかが重要になったりするし、なんか面白いパズルになるんじゃないのって思ってますね。うん。だからまあどっちかっていうとそれよりもなんかちょっと流通、物流の仕組みがちょっと変わるのかな。なんかうちの取引先からね、なんかコナミからこれまあ裏話だからそんな話すようなことじゃないかもしれないけど、5月からまあだから遊戯王新しくなってから、その遊戯王の商品がコナミから直送で来るっていう、そういうなんか物流の仕組みがちょっと変わったんだよね。うん、そこをなんでなんだろうっていうね、うん、今までその問屋さんがあったから、問屋さんがいくつか在庫を持ってて、そこにまあ注文してその問屋さんから来るって流れだったんだけど、俺はその問屋さんにオーダーするとコナミから直接物が届くっていう、なんかそういう風になったんだよ。うん、まあどうでもいい裏話だけど、コナミがちょっとネットショップアンチなところがあんのかもしれないね。なんか、うん、でもここ最近初期発注分しか作ってないのかな。なんか結構発注した数分しか作ってない風な感じなんだよ。で届いて、で再発注かけるともう なくて仕入れられませんみたいな、最初の初期発注分しか在庫ないですみたいな状況がずっと続いてて、まあそれによって売れてるからいいんだけど、もう売れないのが一番最悪なんで、まあ現状売れてるんでいいんですけど別に。だからなんか発注して再発注無理っていう流れが最近あって、ここ 1,2 年かな、そういう感じで、でそれがより一層強まる感じがするんですけど、それは俺の取引先の問題なのかな。まあでも俺としてはやっぱ公認とかやってる、うちはやってないからね、公認とかちゃんとやってる店にちゃんと配分されるんであれば別にそれはいいと思うんだけどね。なんかせどりとかやってるどうでもいい連中がなんかね、ネットでね、なんか変な不自然な高い値段でね出したりね、まあ確かにまあ高い値段っつってもまあ送料分乗ってるぐらいだったら別にいいんだけどさ、なんかそういうよりはちゃんと公認店にしっかりね、まあコナミから直送っていうことに変わったことによって、ちゃんと大会とかそういうさ、リアルコンテンツとして遊戯を広めようっていうお店にしっかり配分されるっていくなら、まあ物流に関してはまあいいのかなと。売れてるからね、うん、売れ残ってクソがっていう感じは本当一番最悪なんで、売れてるから別に、まあ、再発注できなくてもしょうがないかなみたいな、再発注できないからむしろ売れてんじゃねっていうところもあるからね。結構こういうシチュエーションでさ、遊戯を売れるで売れて再発注できないっつって文句言ってるやついるけど、再発注できる環境になったら売れなくなるからね。そういうもんだから、だからまあ売れてくれてるから別にまあいいのかなと。でなんかネットでの販売はあんまりなんつうの、コナミ的にはね、あんまり嬉しくないみたいなんですね。ちょっとネットショップアンチなところがあって、だからそういうところがあるみたいだから、まあそのなんかその辺の物流の仕組みをしっかりして、ちゃんとその遊戯王を広めてる、価値を提供してるところにしっかりね、その物が配分されるね風になったらいいなと思ってますね。まあうちはやってないんで、まあいいですよ別に初期発注分だけで。うん、ただ俺3カートン発注したのに1カートンしか届かないとか、そういうことがあるからね、うん、減数やっぱ若干減数あるのかもしれないね、うん、でもまあなんだろう、売れ残るよりはいいんで、減数されようが、うん、売れてくれるのはありがたいんで、うん、まあその辺はまあ文句ないかなという、そういう印象ですね。ということで話まとめると、まあどっちかっつうとね、そのマスタールールの変更に関してはね、まあ期待の方が大きいかなと。でまあ物流に関しても文句ねえよと俺は、うん、まあね、初期発注分だけ来てくれればとりあえず、うん、そんな感じです。はい、まあ今後も遊戯王盛り上がるといいですね。はい、以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと